民事執行法、民事執行法、民事執行法、昭和54年3月30日法律第4号は、強制執行、担保権の実行としての競売、勘下のための競売、債務者の財産開示に関する手続きについて規定した、日本の法律である。民事執行法が制定される前は、いわゆる旧民事訴訟法、明治23年法律、 第29号の強制執行編に、司法上の権利を強制的に実現させるための手続き、強制執行手続きに関する規定が盛り込まれていた。しかし、旧民事訴訟法の制定以来、強制執行に関する法制度は、抜本的な改正がされていない状態であり、手続き上の様々な不備が露見していた。また、強制執行手続きとは別に、民法や、 商法の規定により競売を要する場合につき、その手続きを規定した法律として競売法、明治31年法律第15号が存在していた。この法律は民法や商法の付属法として立法されたこともあり、規定の不備が目立つものであった。この点に関しては、競売法に規定する手続きはその性質に反しない、限り休民自訴訟法中の強制執行を管する。 規定が順用されるという判例が出て、その判断に基づき競売法の手続きが運用されていたものの、不備があること自体は否めないものであった。このような事情から、強制執行手続きや担保権実行の手続きを抜本的に改める目的で本法が制定され、旧民事訴訟法の強制執行編に定める手続きと競売法に定める手続きが統合された。その後、 バブル崩壊に伴う不良債権回収を迅速に進めたり、いわゆる競売妨害に対処したりするための手続きの整備、不要請求権に基づく債権執行手続きの改善、債務者の財産開示手続きに関する手続きを整備するための法改正等が行われている。強制執行は、司法上の請求権を 強制的に満足させるために行われる手続きであり、請求権の存在や内容を交渉する文書、債務名義に基づき行われる。債務名義の主な例としては、主文に給付請求権が表示された、判決書、給付条項がある、和解上書、金銭の支払いを目的とする請求についての公正証書などがある。 強制執行の手続きは、請求権の内容が様々であるため、請求権の性質により概ね以下の通り分けられて、規定されている。このうち、金銭の支払いを目的とする手続きについては、債務者の財産の緩和を伴うことがあるため、強制執行の対象となる財産の種類、不動産、船舶、動産、債権などによりそれぞれ詳細な手続きが置かれている。 そのようなこともあり、金銭の支払いを目的とする手続き規定が、本法の中核を成している。民法、商法が規定する担保物件である、抵当権、選手特権、七権に基づき、担保物件の目的となる財産を、強制的に緩和することにより、非担保債権の満足を図るための手続きである。なお、留置権に基づく競売は、口実の緩和のための競売として扱われる。 比較法的には、このような手続きの場合にも、債務名義を必要とする立法令がある。しかし、日本の場合、前述の競売法が、債務名義を要求していなかった遠隔もあり、担保権の実行には、債務名義は必要とはされていない。もっとも、担保権の種類や、管価の対象となる財産の種類に応じて、担保権の存在を証明する方法に関する規定が、整備されている。 例えば、不動産に設定された、抵当権に基づき担保権の実行を申し立てる、場合は、担保権の登記がされている、不動産登記簿等本または、登記事項証明書などの提出が要求される。実際の手続きは、財産の管轄という点では、強制執行手続きと変わらないため、強制執行に関する規定のほとんどの規定が、順用されている。 民法や商法等の規定に基づく、請求権の実現を目的とせず、財産の緩化それ、自体を主たる目的とする手続きである。例として、共有物分割のための競売、遺産分割のための競売などがある。形式的競売ともいう。法律上、担保権の実行としての競売の例によると、されているが、担保権の実行としての競売に関する規定も、 強制執行に関する規定のほとんどが順用される。結果、手続きの進行の基本は強制執行と変わらない。しかし、もっぱら喚下を目的とする手続きであることに基づく変容がある。財産開示手続きは、強制執行の実効性を確保するために、債務者の財産を把握するための方法として2003年の法改正により新設された手続き、施行は二千四年である。 どの財産を強制執行の対象とするかはそもそも債権者が決めることであるが、債務者が執行の対象となり得る財産を持っているか、それがどこにあるかを債権者が把握することは困難な場合は、そのため債務者の財産に関する情報を得るために新設されたものである。請求意義の訴えは債務者側の不服解消のための手続きである。第一に、 債務名義上は存在するものとして表示されている実体権の存否、内容を訴訟手続きによって審理し、その結果実体権の不存在が明らかになった場合には判決により債務名義の執行力を排除し、債務名義による強制執行の実施を中止、防止することを目的とする。第二に裁判以外の債務名義については、その成立の有効性を 訴訟手続きによって審理する目的でも請求意義の訴えの利用が許されている。請求意義の訴えは債務名義自体の執行力の排除を目的とするものであるから債務名義の成立後であれば強制執行の開始前であれば提起できる。また強制執行手続きが終了しても債権者が債務名義に表示された請求全額の満足を受けていない限りは この訴えを提起することができる。執行文付与のうち、条件成就執行文承継執行二27条2項については、条件成就や、承継関係の存在を示す文書を提出することができず、裁判所書記官、交渉人限りでこれを行うことができい場合がある。このような場合に、執行文付与の特別要件の存在を、訴訟手続きによって確認するものが、 執行分付与の訴えである。従って、債務名義上の請求権の損否の判断を行うわけではないとに注意。条件成受執行分または承継執行分が付与された場合において、条件はまだ成受していない。自分は承継人ではない件についてといった意義を主張して執行を止める。規範力をもって確定され点に意義がある。強制執行が債務名義、 執行文という二段階のものによって成立することを前提として、それぞれの段階に応じた訴訟類型が用意されている以上、いずれの段階についての意義であるかによって、別個の訴訟類型を用いなければならない、裁判証は五55年5月1日。第三者意義の訴えは、債務名義の執行力の及ばない、第三者の財産、または、 債務名義に表示された責任財産以外の債務者の財産に対して執行がなされ第三者または債務者の権利が違法に侵害されるわせにこれらのものが執行対象財産が責任財産に属さないことを主張して訴訟手続きによって執行を排除することを目的とするものである執行関係訴訟の中でも最も 実体法的な要素の濃い訴訟であると言える。債務名義は、責任財産の範囲については何も示しておらず、執行の対象は、外形的事実を基準として決定されるに過ぎない。第三者意義の訴えは、特定の財産に対する執行を排除するものであり、この点で、請求意義の訴えや、執行分付与に対する意義の訴えが、債務名義に基づく、 執行の可能性を一般的に排除する性格を持ちのとは異なる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。